どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。ミニマリストとはっていうのをネットで検索すると、ミニマリスト、持ち物をできるだけ減らし必要最小限のものだけで暮らす人ということになってます。なので日本でいうミニマリストっていうと、床の上で寝たりヨガマットの上で寝たりっていうのがミニマリストっていうふうに、勘違いされる方が多いんですけども、今は本当に適当な感じで寝ちゃってます。ああ仕事終わった。いやー頭使ったからな、ちょっと昼寝しよう。ああ仕事終わった。いや気づいたらもう午前1時だよ。もう早く寝なきゃ。ただ、その続きですね。自分にとって本当に必要なものだけを持つことでかえって豊かに生きられるという考え方でありますよと。なのでその人にとって必要最低限のもので囲まれているのであれば、それは十分ミニマリズムなんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるわけです。なので海外で活躍するミニマリストの方たちを見ていくと、日本からしたら例えばシンプリストの部類に入るんじゃないかなっていうぐらい普通に物はあったりします。で僕もそれを見てから、なんかそのヨガマットの上で寝るのは違うなとか床の上で寝るのは違うななんていうふうに思ったので、普通に睡眠の質は大事だっていうことでベッドを買いましたし、仕事道具としては普通に揃えてますし、そんな感じでやってます。ただ他の人から比べたら圧倒的に物は少ないんじゃないかっていうことで、僕は一応ミニマリストっていうことを言わせてもらってるっていう、そういう感じなんです。いやいやショッピンさんはミニマリストなんかじゃありませんよっていう人がいたらですね、ぜひブラウザバックして他の動画をお楽しみください。で今回の動画ではそのミニマリストが持つべきものっていうのを僕の体験談からシェアしていきたいっていうことなんですね。ショッピンさんミニマリストって言ったら物を減らす方向の話をするのに、なんで持つべきものを話すんですかっていうふうに、疑問を思う方いらっしゃると思います。で、僕の経験談からもちょっと答えを先に結論からシェアしていこうと思うんですけども、その持つべきものっていうのはその持つべき理由がはっきりしているものだったり、こういう時に使うんですっていうのがはっきり言えるものだけを持つっていうのが僕はすごいミニマリズムなんじゃないかなというふうに思ってます。例えばもう手に届くところにあるんだったらこういうまな板とかですけども、でもこれは料理の時に使うからっていうふうにもパッて言えるじゃないですか。同じようなものなんですけど、僕が大好物純正ごま油、これもやっぱ食べる時にかけるからっていう、そのパッて言えますもんね。そういった感じでこれはこういう時に使うからっていうものがパッと言えたら、それは持つべきものだと僕は思います。じゃあ逆にこういうものは持つべきじゃないと思いますよっていうものもあるんですけども、それは不確定な言葉を使った場合ですね。例えばこういったプロテインがあったとして、例えばこれをいつか飲むかもしれないとか言ったら、それは持つべきじゃないと思います。不足したタンパク質を補うために毎晩飲むんだっていうのがパッと言えないと、それは持つべきじゃないかなっていうふうに思います。はい、本当にシンプルなんですけども、これが僕がミニマリストの人なら持つべきものかなというふうに思ってます。はい、もうちょっと具体的に例えばパソコンとかモバイルバッテリーとかっていうふうにシェアしてほしいと思ったと思うんですけども、その人にとっての必要最低限なものってやっぱ違うわけなんで、いろいろあるわけなんで、だったらそのもうちょっとこう抽象的なところ、もっと大事なところのその持つべき理由がはっきりしているもの、いつ使うんですっていうのがパッと言えるもの、それが持つべきものなんじゃないかなっていうふうに思ったわけです。で僕はそのヨガマットの上で寝てた時に、なんでそのヨガマットの上で寝てるんですかって質問されたら、いやーみたいな感じ、あんま答えられなかったんですよね。そのヨガマットの上で寝なきゃいけない理由っていうのを答えられなくて、で自分をちょっと見つめ直して、いや睡眠の質は大事だよね、睡眠の質は人生の質だよね、大事だよねっていうふうに感じたので、ベッドを追加したりとかっていうのをしたわけなんです。なのでその意外とその物が少ない人であっても持つべきものじゃないものを持ってたりとか、その持ってる理由をはっきり答えられない人って結構、前の僕がそうでしたけども、そういう人多いんじゃないかなというふうに思いますんで、今回そのこの動画を見てくれて持つべきものの、その定義みたいなのをちょっと見直してくれたら嬉しいと思います。はい、そんな感じで今日は久しぶりにちょっとミニマリズムなお話をしてみましたけども、いかがだったでしょうか。今回のお話はもうすでにある程度物が減った状態の人向けみたいな感じもするんですよね。もう物が
ごちゃごちゃしてる時にこのものは必要かどうかみたいなのをいちいちやってると時間がかかるので、もうある最初のうちはある程度一気にこうものを手放していった方がいいとは思います。本当にみんなこうやりたいことだったり好きなことにちょっとずつ盲信して、そこで結果が出てくれたらいいなというふうに思ってるんで、まあ、これからもそのミニマリズムな話っていうのを、その好きなことをやるためのミニマリズムっていうネタでちょっとやっていこうと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。まあとは言っても、僕例えばこの iPad に関してはなんで持ってるんですかって言われて、その持つべき理由ってはっきり答えられないですね。まあ、どういうことかっていうと、そのワクワクするから持ってますっていう感じなんですね。その部屋を好きなものだったり持っててワクワクするものだけで囲まれるっていうのはすごく大事なことだと。それもなんかミニマリズムだったりシンプリストの概念としてはあるんですよね。その好きなものだけで囲まれるっていうのがあるので、まあこの iPad もすごいやっぱ持っててワクワクするし、てかガジェット僕好きなんで、まあこういうのはもう持ってもいいかなっていうふうに思いますけども、皆さんどう思いますか？